ダム TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ということで、FNS 歌謡祭。NSF 歌謡祭へようこそ。よし。ということで、サードライブが決まりました。まずは、新しいギタリストがいるぞ。おや なんか言えばいいのこれ。あ、どうもこんにちは。新しく3代目になるんですかね、これ。ジェイソウルブラザーズ。3代目のギタリスト、私、ゆうとと申します。後日、ライブ見に来ていただいた方に、楽しんでいただけますよう、精一杯よろしくお願いします。お願いします。ちょっと計画が足りなかった。計画が足りなかったですから。計画性を計画ご利用は計画的にダメージでかいよ。じゃあやっぱここはレイ君に仕切ってもらわなきゃね。なんでやっぱってあるんですか。なんでしょうね、そのライブをやるためにそのメンバーが変わってしまっている状況ですけれど、一回一回その違うメンバーでも、ちょっとまだまだなかったね。計画性がちょっと足りない。計画性がね、まだ難しい。ちょっとこうホッティさんで何もやってなかった。何もやってなかった。何もやってなかった。前回座ってるだけだったね。あ、じゃあもうこういう感じいいんじゃない。ダニフリークでね。僕でこれを伝えておいて本番使ってるみたいな。いや、今は内緒にした方がインパクトが出るね。その時にいきなりやった方がいい。水虫じゃないですか。水虫もちょっと違う。ポジションが違う。どこ吐くね、今日。この男はもう。もう、見ましたか、宮さん。フェスのレイです。フェスのレイです。水虫には気をつけましょう。ゆうとくんはどの曲がお気に入りですか。僕ですか。はい、最初このバンド誘われた時に音源ちょこちょこって聞かしまって、おっと思ったのはやっぱりクライング・フォー・ザ・ムーン。クライング・フォー・ザ・ムーン。スライング、フォー・ザ・ムーン。これはかっこいい、かっこいいぞ。聞けるかみたいな感じだけど、まあなんとか頑張ってたな。まだまだですけどね。より、本番当日はですって来ました。頑張ります。本当に頑張ります。好きな曲は何ですか。あんま考えたことなかったですね。やってて楽しいとか、あ、弾いてて楽しいとかっていうのになるとハッピーライフ好きです。ああ、前向きだね。まあ、悲しいことも重なりましたけど、そこでくじけずに今までで一番いいライブをやろうという気持ちになれる曲かなと今この場で思いました。はい、では、一番好きな曲は何ですか。私ですか。あなたです。僕はやっぱノリとかも含めてドライビングですかね。ドライビングですかね。おやっぱ疾走感あってオラオラって感じが、オラついてる感じが、まあ、確かに一番オラつける。これでお客さんをね沸かせられるようなノリをもっと出していきたいなって思ってます。では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 一番好きな曲は全部でしょう。わー出たよ。まあね、そうだよ。自分で作ってるからね。いやでもちょっと新曲が俺一番グッとくる気がしてですね、ちょっとまだ歌入りバージョンをメンバーに聴いてもらってない。今は10月の半ばですけども歌詞見たけど、うちのバンド名入ったもんね。入ってたね、ついにね。オーグレニシア。歌詞花見てないんですよね、実は。おいじゃあこれちょっとオフレコでは入ってるんですよ、ノットストレンジフィアって。入ってるんですよ。ですよ。後で見直しておきます。タイトルもノットストレンジフィアにしてしまおうかぐらいに思ってるぐらいにね、2回も出てきちゃってる。代表曲と対立がある、うん、感じでしょうかね。新曲のテーマはですね、東京に
憧れの東京に、花の東京に来たわけですけども、あの海がね、黒い緑でなんかくっとぶ臭いし、どうなってんだこの街は、と北海道は良かったななんてちょっと思ったんですけどもね。で、仕事もなかなかうまくいかず暗い暗い、いやいや、クライングフォーザースライング暗いなんですけども、はい、あのですね、ふと気づいたんですね。太陽がこう海に当たった時に表面はめちゃめちゃキラキラピカピカしてるわけですよ。しかもその黒い水をこうすくおうとするとすごく透明な綺麗な水があるわけですね。で、汚いものはどんどん沈んでっちゃうんで、勝手に沈むのもどうなんですか。まあまあなんですけども、はい、その綺麗なもんは綺麗だし、そこに確かに性はたくさんあるわけですよ。ということはどこでも生きられるではないかと。まとまりが悪い感じは。そう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 、まとまりが悪いのがノットストレンジなんとかです。なんだっけね、オチを忘れましたね。そう。でも、うん、どこでもね、その嫌でも勝手に太陽さんがこう光を当てて照射してくるんでね、勝手に光っちゃうもんなんで、そこに居続ければ何やろうが。なので、汚い海だからやってらんないまではなくてね、どこ行っても輝けるあなたはこのままこの環境にいてもいいんだよ、もっと一緒に頑張ろうね的な、結局自己啓発ソングです。よろしく。それは落ちたのか。ということで、新メンバーも迎えましたし、新曲もありますし、もうね、かなり楽しいライブになりますんで、ぜひぜひお越しください。お越しやす、イエーイ、お願いします。メンソーレお願いします。本当にこれでいいんじゃないですか。おっしゃ、じゃあ11月28よろしくお願いします。See you。 あれ、場所行ったっけ。新宿ライブフリークへみんな来てね。お願いします。もうさ、フレームアウトしない気のせい。あ、してますね、ちょっとね。もう追ってるよ。追ってるね。あ、入った、入って大丈夫。ちなみに今あの練習時間なんですけど、練習してません。撮ってます。まあまあまあ。